こんにちは、劇作家 FC の新田です。今回も無課金マイクラブやっていきます。で、今回なんですけど、まあ、ちょっと今回僕が顔出ししてない感じになるんですけど、まあ、ちょっと今週が近日か e フットボールオープン、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、その大会があって、で、まあ、その近日かの方やってたんで、ちょっと今週に関しては無課金マイクラブの方、まあ、マイクラブ自体も本番課の方でもやってなかったんで、ちょっと今回は試合の方ではなく、まあ、僕がちょっと普段使ってるセットプレーだったりコーナーキックかな、まあ、セットプレーというか、まあ、コーナーキックの、まあ、僕なりのやり方を説明てか解説していきたいなと思います。で、まあ、これ今スタッツ分析を見て分かる通り、僕セットプレーが 24% なんで、まあ、得点の4分の1が大体セットプレーになります。結構もうね、セットプレーで点決めるとだいぶなんだろうな、気持ち的にも楽になるし、相手からしたら逆に結構メンタル的にも結構きついなって思っちゃったりするんで、まあ、結構そういう意味でもそういう意味でもセットプレーは大事かなっていう風に思ってるんで、ちょっとそれでちょっと今回は僕のコーナーキックのやり方についてやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまず最初コーナーキッカーの、まあ、キッカーのところからなんですけど、まず僕がいつもやってるのは結構やりやすいなって思うのは、左キッカーはちゃんと右利きできる、まあこれ多分みんなやってるかなとは思うんですけど、まあ、で右を左利きの選手、まあ、これだったらメッシかジンチェンコ、まあ、どっちかでもいいんですけど、まあ、メッシの方が精度高いんでメッシにしようかなと。で、まあ こういう感じでキッカーはやっていきます。で、まあ、攻撃参加は僕はいつも、僕がやるコーナーだったら合わせたい選手を2番目に設定したいんで、まあ、今もうやってあったんですけど、まあ、最初ロナウド1番目選択して、でディリフトに僕合わせたいので、ディリフトに2番目選択するみたいな感じで、で、まあ、これでやっていきます。最初は、はい、でこうやって2番目に設定するとディリフトがこういう感じで一番ゴールの手前の方にいるのが多分わかると思うんですけど、まあ、この位置に取ってくれたら、このディリフトを狙って、で、速いボール一番なんだろうな、ゲージをマックスまで貯めて、で、左のスティックを上にやると速いボール切れると思うんですけど、まあ、これは多分みんなやってるかな。で、まあ、これでデリフトを動かす、こういう感じで入って、あ、入らなかった。まあでもなんか今みたいな感じで動かすのは L1 か、 L1 と右スティックを押すと、まあ、ちゃんと動いてくれるんで、まあ、多分これも多分みんな分かってるかなとは思うんですけど、まあ、これでちゃんとゲージマックスで速いボールを蹴らせる。もう一回、あ、今ミスったな。なんかちょっとこう今みたいなちょっと感じで時間をちょっとかけちゃうと、なんかデリフトのポジションが若干なんか初期位置よりちょっと離れちゃって合わせづらくなっちゃうんで、デリフトがちょっとポジション取ってから早めに蹴った方がいい気はしますね。だからこれもデリフトちゃんとポジション、これ止まって取りましたね。止まったらここでこういう感じでやる。で、そうすると決めやすくなる。これまた入んなかったけど、まあ、ポスト当たっちゃったんですけど、まあ、今みたいな感じですね、イメージとしては。で、これももう一回やりますね。ちゃんとポジション取る。で、こう動かす。で、こういう感じ。よし、入った。今みたいな感じですね。で、僕なんかマニュアルで蹴っちゃってますけど、多分これはマニュアルじゃなくても普通の、マニュアルじゃない方の、まあ、これ。これでも多分大丈夫かなと。今のはちょっと時間かけすぎちゃったんで、ポジション、デリフトのポジショニングがおかしくて今合わせられなかったんですけど、ちょっともう一回やってみますね。多分これどっちでも大丈夫だと思います。マニュアルじゃなくても、多分普通のやつでも、もう一回やりますね。これでも多分いけるはず。うん。普通に合わせられてるんで、こういう感じで。で、多分これはどっちでも大丈夫なはずです。で、まあ、本当にまあ、これ気をつけることとしては、本当に時間をかけすぎないこと。で、これ一回さっき、このタイミングで本当にやりたいんですけど、こうやって時間ちょっとかけてった後のデリフトのポジションをちょっと見てほしいんですけど、ちょっとこういう感じで下がっちゃったりしちゃうんですよね、時間かけちゃうと。で、ちょっとこうまた前に行ったりしてるんですけど、ちょっとポジションが時間かけちゃうと変わっていっちゃうので、デリフトの、なのでここはしっかり時間かけないでやった方がいいかなっていうのが、まずはまあ一番注意するところかな。あとは多分これ最初からできるっていうか、なんだろうな、結構なんかこれいざなんか、まあ、僕の周りでこのコーナー入りますよってやってもなかなか難しいって方が多かったんで、まあ、これは結構練習あるのみで、あとはなんだろうな、でなんかオンラインでよくあるのが、このコーナー蹴るときに、まあ、これでいうなんかアーセナルの手前の選手がメッシの目の前に立つやつ、多分これ結構よく見ると思うんですけど、それでなんかあの速いボールを蹴らせないようにしてくる人いますよね。
でそういう人への対策として、まあ、簡単に結構点決める方法としては1個は、まあ、これかな、まあ、これでも結構見ますよね。このショートコーナーでラインゴールエリアにして、ここでなんかブルーノ・フェルナンデスにやって、でここでなんか駆け引きして、なんか中の選手こうやって出してみたいな。今取られちゃいましたけど、なんかこれ結構多いですよね。なんか、まあ、ここでまあこれここでショートやってシュート打つ人多いんかな、こうやって。あ、ミスった。これなんか全然打てねえなこれ、まあ、今みたいな感じ。なんか多分あれやる人結構多いと思うんですけど、まあ、あれはまあ入るときは入るんですけど、多分あれをやるだけじゃなくて、なんか一個駆け引きとして僕がやってるのは、一回ショートコーナーああいう感じでやったら、わざとショ、またもう一回ショートコーナーやると見せかけて、これロナウドでガッていくみたいな。でこれで加えて決める。今結構うまくいったな。なんか今みたいな感じで若干ショートコーナーやると見せかけて、ブルーノ・フェルナンデスにちょっとカーソル当てて動かしてからロナウドで決めるみたいな。これもこういう感じ。いけ、あ、決まんなかった。まあ、さっきみたいな感じ、今ちょっとミスったけど、今みたいな感じでちょっとブルーノ・フェルナンデス動かしてからやると、結構相手は多分ブルーノ・フェルナンデスにもう一回ショートパス来るのかなって思って、ディフェンダーが結構寄せてくるんで、ブルーノ・フェルナンデス側に。そうするとなんか今コムだからちょっとまだ合わせるのが難しいですけど、結構ロナウド側が、これで言うとロナウド側ですね、ロナウド側が結構空いたりするんで、これも結構1個の駆け引きとして覚えてもいいのかなっていう感じはしますね。あとはなんかこれちょっとデリフトだからちょっと難しいんですけど、ホームワカで僕の場合はジューレをこう立たせてるんで、ジューレだったらよく決まるんですけど、ここでラインゴールジリじゃないエリアじゃない、ファーポストにして、でこのデリフトに合わせに行く。でこれ何も動かさずに、ただゲージを真ん中よりちょい上ぐらい、これちょっとデリフトポジションちょっと時間かけちゃってるんでポジショニング悪いんですけど、このぐらい、このぐらいでデリフトに合わせに行く。でこれでデリフトで決めるみたいな。でこれちょっとね、多分デリフトだとちょっと小さいんですよね、188センチとかなんで、なんかこれが195とか190センチちょい上ぐらいで、多分これセッテルのガブリエルか、なんかガブリエルより、まあ相手のディフェンダーより背高い選手を背負わせれば多分これ結構入る感じはしますね。これでゲージちょっと、あ、これちょっと高いかな、これちょっとゲージ高いなって思ったら、これマニュアルで折り返してもいいかも、こういう感じで。そう、これでも結構ゲージのためがちょっと難しいし、あとこれ俺がよくミスるのが、ちょっとこっち側にやってゲージがちょっとでも弱いと多分これキーパー出てくるんですよね、こういう感じで。うん、こういう感じで出てきちゃうんで、なんでまあできるだけゲージは強くして、でなおかつ絶妙のタイミングデリフトのとこにパスを送る、これ結構いいんじゃないかな。うん、こういう感じで、これであとは決めるだけだけど、ちょっとデリフト身長足りないんだよね。成功例ちょっと多分動画で、多分本枠の方だったらあると思うんで、本枠の方の成功例を、まあ、動画の、あの貼っとくんで、それをぜひ見てください。なんでなんか僕の場合はそうですね、だから無課金だとこれ背高いのが190以上の選手が多分いないんですよね、こっち今これ出てるメンバーだと。なんでこれはあんまり入らないんでやってないですね。あ、そうで、まあこういう感じでちょっとミスることも結構多いんで、ちょっとリスクが高いコーナーにはなっちゃうんで、まあ本当にだから対策されまくって、本当にコーナーでやることがなくなったらいつもこれやってるって感じですね。はい、でもいろいろ説明しましたけど、今みたいな感じのコーナーが、今みたいな形が多分一番、多分そこまでそんなめちゃくちゃ対策してくる人いないんで、でまあこれさえできればもうあとは多分コーナーは大丈夫かなっていう気はするんで、まあぜひちょっとやってみてください、まあ、とにかく速いボール蹴って、であとここを多分動かすのが難しい人が多分多いと思うんですよね。そのデリフトを手前に動かすのがなんか結構できないっていう人が多い感じはしたんで、まあ、ここは多分もう練習かなって思います。もう早く動かす練習、こういう感じでデリフトを、もうこれはでも多分俺も最初結構練習したんで早く動かすので、もあとはもう慣れちゃえばもう簡単にできるようになるんで、基本的にまあもうデリフトに合わせられれば基本的には多分入ると思うんで、まあ、ぜひやってみてください。はい、ということで、まあ、コーナー、まあ軽く、まあ、僕がいつもやってるコーナー説明していったんですけど、まあ、この動画見てもまだわからないことあったら、まあ僕になんか DM でもいいですし、コメント欄で聞いてくれれば
答えると思うんでお願いします。攻撃はこういう感じでもうコーナーで点決めれるようになれれば、多分だいぶレートも結構上がるのかなっていう気はするんで、セットプレーに関してはね、練習し放題なんで、コムとかで。なので、まあ、ぜひ練習してこのコーナーを、みんなもこの動画見てくれてる方々もやっていただければちょっといいのかなっていうふうに思います。はい、この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあ今回はこの辺で失礼します。さようなら。